リア。それ以上は行くな。頼む。気持ちの整理ができたなら、俺についてきてくれ。引き戻すのは卑怯だって分かってる。でも我慢できないんだ。これからあの教会で起こること全てが、あんたの運命をねじ曲げてでもこれだけは譲れない。この場所であんたと過ごした長い時間が俺には宝物で、それを無限になんて絶対にできない。好きだ。卑怯な手を使ってでもあんたを誰にも渡したくない。リア、好きなんだ。いいのか。俺、本当は不安でいっぱいだったんだ。こんなやり方で告白したら、あんたは俺を大嫌いになるんじゃないかって。リア。ありがとな。俺、あんたのこと。もう二度と話さない。君のその目が
どんな日より懐かしく見えるんだ。そっと握りしめたその小さな手のぬくもりがまだ残ってるから、近くにいれば触れればいい。離れた時は目を閉じれば僕らの想いはそこで引き合って、何度も奇跡が起こったんだ。君と二人歩いて行ける、10年後も100年経ってもこの愛を誓うよ。キスをしたり喧嘩したりさ、ずっとずっと大切にするよ。約束するときめきをいつまでも君へ送るよ。どこかへ行こう、雨降る日には話をしよう。お互いのかけらが二つ重なって新しい思い出が生まれたんだ。君と二人歩いて行こう、今日の僕もこれからの僕も君だけを見てるよ。笑って泣いて同じ日々はない、どんな君も特別な君さ。約束するときめきは変わらずに輝いてるよ。君と二人歩いて行ける、10年後も100年経ってもこの愛を誓うよ。キスをしたり喧嘩したりさ、ずっとずっと大切にするよ。約束する世界中の誰よりもときめきをいつまでも、ときめきをいつまでも君へ送るよ。夢じゃないんだな。今俺の隣にあんたがいる。マジでサンキュー。